海巡所の紹介巡所は、中華民国の海洋委員会に属し海上警察に関する業務全般を担当する省庁。いわゆる沿岸警備隊であり、日本の海上保安庁に相当する。台湾での海上警備業務は長期にわたり、内政部形成省水上警察局、国防部海軍司令部、財政部関税総局などがそれぞれ担当し、 権限の分散による実務上の弊害が目立つようになった。国家安全会議は1999年3月18日に専門の海上警察機構の設立を提案した。行政院での研究討議や準備委員会設置を経て、2000年1月28日、海岸巡防署が正式に成立した。二千十八年四月十八日の海洋委員会発足で、 行政院海岸巡防署から海巡署へと名称が変更され海洋委員会の下部組織となった。近年では所属船舶に ROC のもとに台湾コースとガードのロゴを表記するようになっている。ただしこれは自国での正式名称まで台湾海岸経営隊もしくは台湾海岸警備隊に変わったというわけではない。外国人には 漢字のみの表記ではわからないことや、台湾の正式名称の英語表記、リパブリック・オブ・チャイナでは、中国と紛らわしいためである。順防急難艦とは100トン以上の巡視船。海上保安庁の PLH、PL、PM、PS 型に相当する。1800トン急順防急難艦 CG101、和製600トン急順防急難艦 CG119。 カレン2000トン9巡防9難関 c g 1 2 7ニキタ3000トン9巡防9難関 c g 1 2 9タカオ3000トン9巡防9難関 c g 1 2 9タカオボファース 40mm、L70 自動開放1000トン9巡防9難関、順、森8号巡防艇とは、100トン未満の巡視艇。海上保安庁の PC、CL 型に相当する。 100トン未満の巡視船の番号は、PP、トン数、シリアルナンバー。例えば、PP-11 は100トン級、第1世代第1型の第一番線。ただし、中国語の4は、死の同維持のため結番の場合あり停泊する、PP-601 系、モーターボート三席 T-75S20mm 機関砲の、 主要武器メーカーの公式大号行政院、海岸巡防署海洋委員会会巡署1台湾元イコール3.63円として、計算、チーム、インターネット、台湾の海洋委員会会巡署が、日本の海上保安庁と協力し沖縄の漁民を救助。台北中日経済文化代表どころ。2019年8月3日閲覧。 海洋委員会会準書今パイした設級文書を13個順帽区。自由時報電子法。二千十九年八月二日閲覧。台湾では日本語で沿岸警備隊、英語でコーストガードと表記する組織を海岸警衛隊もしくは海岸警備隊と表記する。似た事例として日本の海上保安庁が所属船舶にジャパンコーストガードというロゴを入れるようになったことが、 あげられる。海上保安庁の英称は2000年まで、マリタイムセーフティーエージェンシー・オブ・ジャパンであったが、所属船に、これを船体表記した例はなく、また、ジャパンコーストガードの英称変更後も日本語の、名称はそのままである母ホース 40mm 機関砲、L70 を砲塔に乗せた、自動機関砲。ありがとうございます。